ナンバー、アイ、平野の仕様、2024年下半期にチャンス到来上半期は人間関係で IR a つく可能性。芸能人タロット占い。1、タロット占いで明らかになる平野仕様の2024年上半期の波乱の運命1.1再出発の先に待ち受ける運勢。 平野氏仕がジャニーズ事務所を離れ、新たなグループ、ナンバー I としてのスタートを切った。しかし、ドタバタが絶えない彼の運命は、ノラ占い師フォーチュンテガオズマ SOS のタロット占いで明らかになるところです。1.2上半期の運勢予測。オズマ SOS 氏によると、上半期の平野の総合運はまずまず。しかし、3月と5月には運気が低迷し、 特に3月には戦車が逆位置で登場。これは暴走や敗北を象徴し、プライベートでの負の感情が紛失する可能性が示唆されています。5月もカップの9が逆位置で現れ、対人関係でのイライラが募ることが予測されています。アドバイスがない中、耐え忍ぶしかない状況が待ち受けているようです。2、下半期に巧妙か 音楽関係での成功が巡ってくる可能性2.1分からの脱出と絶好調な月々。幸い、7月には分から脱出の兆しが見られ、ソードの9の101が出現。その後、8月、9月、10月と続く月々は絶好調で、11月にはソードの1の正位置が、そして12月には、 カップのキングの聖置が現れるという吉見兆候が広がっています。2.2仕事面での成功への期待。これらのポジティブなカードはクリエイティブな人物に特有であり、来年の年末には音楽賞レースでの優勝や関与した楽曲のヒットなど仕事面での成功が期待されます。 上半期の波乱を跳ね返し、年末に向けて運気が上昇するという展開が示唆されています。3. フォーチューンテラーオズマイス OS のプロフィール3.1占い師歴とセンスベのバリエーション。占い師のオズマイス OS 氏は5年の占い歴を持ち、脱サラ後に占いの実力を磨きました。 彼が使用するセンスベはメインのタロットをはじめとする複数のカードやルノルマンカード、グランタブロー、そして最近ではダウジングにも手を広げています。3.2東南アジアでの出家計画。興味深いことにオズマ SOS 氏は最近では東南アジアでの出家を検討しているとのこと。 これが彼の占いスタイルにどのような影響を与えているのか、また将来的な展望にどのような変化をもたらすのかが注目されます。平野の仕様。 波乱含みの上半期を経て成功への道を歩む2024年の平野仕用には波乱含みの上半期が予想されますが、オズマ SOSC のタロット占いによれば、下半期には成功が待っている可能性が高まっています。音楽関係での成功や仕事面での好調が期待される中、彼の運命を見守りたいところです。 また、オズマ SOS 氏自身も占い師としての活動だけでなく、遺族の経歴として東南アジアでの出家計画が加わり、今後の展開がますます興味深まりそうです。平野の未来とともに、オズマ SOS 氏の占い活動も注目していく必要がありそうです。